レイフは派手にやってんな。大聖堂にかかりっきりってとこみたいだ。ってことは墓地は俺たちで独り占めできる、はあ、サリあ準備 OK だ。用意しないと頑張れよな。来ないのか。いやほらエスカレーターがありゃついていくんだけど。わかった、すぐ戻る。おいネイト。え？なんだ。ピカピカなやつを楽しみにしてるよ。任せとけ。よし、エイブリー船長にご挨拶と行くか。こんな聖堂に宝を埋めるなんて妙だな。そうでもない。エイブリーたちがここに来た時にはもう誰もいなかった。なるほどね。懸賞金もかかってたし隠れられる。それでレイフと何があったんだ。付き合いきれなかった。あいつも俺にうんざりしてたさ。俺は兄貴の死のショックから立ち直れなくて、あいつは宝が見つからずイライラ。バックレた頃には殺す気満々だっただろうな。今度は殺すだけじゃ済まないな。だろうな。なあサム、今のあいつは昔なんかよりずっと非常だ。噂を聞いてさ。俺も聞いたよ。だからこそこんなことしても悪いと思わない。記憶と変わりはない？ん、聖堂が？ああ、うん、まあな、昔のことでちょっとあやふや。クレーンに爆薬ね。十字架を盗まれてレイフのやつちょっと怒ってる？ああちょっとね。エイブリーも南国からいきなりここに来たら大変だったろうな。気持ちは想像できるね。だよな、その無所にいたし。そう、寒い土地がマジで恋しかったよ。あいつ爆破が大好きだったとはね。相当必死なんだな。高いな。ねえ、別の道を探そう。これいけそう。いいね。なんだよこれ。穴掘る設備だな。ショアライン？ん？見ろ、聖堂周辺だけだったろ。バクソ、伏せろ。待て、戻ってやるぜ。よし、いいぞ。ああこいつらも大変だな。俺たちを待ってたみたいだ。しかも聖堂以外の場所も探してる。ってことは早く墓場に行かないと。その通り。なんで聖堂の向こうは探さなかったんだ？探したよ、ちょっとは。でも手がかりなしじゃ暗闇で銃を撃つようなもんだって。手よりもダイナマイトってとこか。
墓石にはこう書いてあるんだろう。ヘンリー・エイブリー、ここに眠る。優しき子にして悪しき海賊。いや、どうかな。頑張って姿を消したってのに墓に名前を彫るか。なんだここは。いくつかの区画に分かれてる。メインは当然墓場の隣だけど。やっぱ場所が大事だよな。昭和ラインの装備だ。でも奴らはいないみたいだな。うまくいけば自爆してくれちゃうかもな。ドアを開けるには、これは何かな。やっぱダイナマイト。ああ、気をつけてくれよ。開いたぞ。うわ、すげえ音。バレてないかな。他でもドカンドカンやってるし大丈夫だろう。見ろ、あそこ上がれそうだ。はあ、でも届かないかな。あの黄色い箱使える。ドアさん、お前結構うまいな。まあ今までいろいろ吹っ飛ばしてきたし。ねえ、これ使えば上がれるかも。くそ、しょうがないんだ。隠れろ。くまなく探すんだ。逃げ切った。撃つ準備をしとけ。こっちだ。ドアが爆破されてる。もらってくぜ。さあ、これでよし。うまくやったな。ああ、誰かが来る前にさっさと行こう。
よし、さあ行こう。やった。おい、危ない。姉さん、無事か？余裕。ついてこい。あれはどう？ほら。そんじゃ、サムもやってみる？おい、それ俺がやり方教えたんだぞ。だったらやってみろよ。ほら、どうだ。雑だな。サム、あそこにはしごがある。よし、待ってろ、行くよ。よし、押してくれ。来いよ、引っ張る。よし、サンキュー。よし、あった。あれが宿舎。ホップステップジャンプで行くぞ。おい、軽く言うなって。んじゃ行くぞ。ヒリヒリする。楽しかったな。結構楽しいな。無慈悲だな。寒くなってきたな。用を足してくる。新入りの教育は任せた。で、どうなった、その反乱は。俺たちが何とか抑えた。でも金が尽きたらもうそこにいる理由はなくなっちまうだろう。依頼者は一晩寝たなかった。いいね。ひどいな。ナディーンも言ってたろ、ビジネスだよ。まあとにかく暇だ。反乱でも起こしたいな。ああ本当に。左をやれ、俺は右だ。お前ら修行が足りないな。この調子で行こうぜ。準備は終わったのか。いつでも墓場にお迎えできるぞ。ずいぶん急いでるな。ボスは昨日までに結果を出せと言ってた。見つかったのか。何か見つけたらしいぞ。詳しくは知らないが。
やったな。ちょっと待て。オッケー。ここに一人倒れてる。オッケー。今のはやばかったな。今の騒ぎで気づかれたはずだ。ほら、急ぐぞ。今の見た？忍者みたい。さすが俺の弟、やるね。あの壁の向こうだ。おっと、これは飛び越せないな。他の道を見つけよう。じゃあ行くぞ。あの野郎どこへ行きゃ。落ち着け。あいつのせいで自分の腕を吹き飛ばすところだったんだ。そういう奴らだ。そう、逃げられた。一人相手に俺たち全員だなんて、ナディーンがぶち切れちまうだろ。命令に従っただけだ。そうだが、俺たちどうなると思う？バラバラにされる。ああそうだ、深呼吸でもして痛みは我慢しろ。ムカつく野郎だぜ。差し出しやがって。あのアメリカ人は孤立してるな。ま、金さえもらえるんだったら俺はそれでいい。ドレイクが来ると思うか？ナディーンはそう思ってるな。俺も奴らの顔を拝みたいもんだぜ。みんなそう思ってるよ。よし、ほら行くぞ。
前見てみろよ。すげえ。サム、こっちだ。いいね。おい、こっちだぞ。ジグザグに行くしかないな。ちょっと待った。また滑るのかよ。しかも今までよりヤバぞ。やべやべやべ。ああマジかよ。まあ、あいつにできるなら。バンジージャンプよかマシだな。やったことあんの？バンジージャンプ。いやでも絶対マシだって。こんなことしてたのか。遺跡よじ登ったり。ああ、ついでに撃たれたり。爆弾にパンチにキックに。わかったわかった、もういい。ナイフに自白剤。これだね。いや、まだだな。登って向こう側へ行かないと。もう滑るのはなしだぞ。ケツが砂利まみれだ。そんじゃやる？華麗な着地。ダメ元だ。楽しいかも。おい、手を貸せ。ほら。よし、いいぞ、行け。よし、来い。やったな。そうだな。
げえな。おい見ろよ。聖ディスマス宿舎へようこそ。あのヘンリー・エイブリー最後の地と言われています。墓探すか。デイさん、見ろ。カトラスのシンボルだ。十字架の巻物と同じ。年号が違う。まあ、一つ消えた。大量にあるけどな。いいか、カトラスとドクロと骨、1659年から1699年、全部あるのを見つけてからが本番だ。そんじゃ、墓荒らし開始だ。だな。これ見ろよ、テンプス・イダクス・レルム。時は全てを貪る。おい、みんな随分ご機嫌だな。剣のシンボル。でも、ドクロと骨がない。ああ、違うな。この墓じゃない。こいつにはドクロと骨がないな。レイフが手をつけた後か。え、最高。でも何探せばいいか分かってないっぽい。でも数打ち当たる。外れろよ。どこ行く？こっちから見てみる。ああ、そうか。剣なし。これじゃないな。おお、この剣だ。どれどれ？違う。年号が違う。これお前にぴったり。自分の罪からは逃げられない。ご丁寧に。天の裁きからは逃げられないってか。剣が逆さまだ。違うな。いや、これは年号も剣も違うみたいだ。
こりゃいいな。メメントモリ。人はいつか死ぬ。そりゃそうだな。ドクロと骨がないな。いいケルト十字。でもこれじゃないな。見てみろよ。悪名高きトリップ船長、酒に酔い自身の船から落ちる。ああごめん、今のはでっち上げ。やっぱ俺の方がセンスあるな。ちょっとこれ見ろ。ここに何かあるぞ。どれどれ、剣は合ってる。年号部。サム、来いよ。あったのか。見ろ、ベンジャミン・ブリッジマンだ。エイブリの別名だな。でもこのドクロなんか変だぞ。しっくり来ないんだよな。そりゃそうだ、エイブリの印じゃないだろうそれ。うん、確かにドクロは本当なら横向き。なんだ、力を持て。準備いいか。とうの昔から準備できてるよ。見ろよ。何があるかな。ここ、安置所。安置所？秘密の扉の向こうが？多分、扉は後からつけられたんだろう。お宝のため？ま、だといいな。修道士が書いたのか。おいおい、勢ぞろいだな。キリスト、左にディスマス。悔い改めた泥棒。右がゲスタス。バカな泥棒。よっぽどディスマスが好きだったんだな。エイブリはいい盗賊のつもりだったんだろう。イギリス人から略奪しなかったからな。それでいいって言われちゃうわけ。当時はな。おい、これ扉？扉だよな。でもどうやって開けるんだ？あの星の印は何だ？ああ、ランプかな。タバコ臭い人、ライター貸してくれ。今の傷ついたな。傷ついてるのはサムの肺？ご指摘どうも。壁の向こうから光が見える。
見ろよ、象の足元に何かある。よし、どれどれ。ああ、光を動かせ。すんげえ楽しい。よし、いいぞ。ああ、二つの光が同時に星に当たるように並べるんじゃないか。ああ。良さそうだな。ああ、繋がったな。さあ、どうだ。姉さん、うまくいったぞ。これって星座じゃないか。ああ、天秤座。正義の計りだ。海賊のくせに面白い星座を選ぶな。それじゃやってみるか。やけごま外れたな。いい眺めだな。宝はないけど。待てよ、あの十字架見えるか。ああ、見える。なあ、真下にあるのは洞窟か。ああ、エイブリーが次の場所を教えてるのか。ああ、一つ問題がある。そっちに行くと聖堂に戻ることになるぞ。んで、レイフのとこへ。くそ。まあ、待たせっぱなしだし。